マイナンバーカードのこのトラブルがこれ相次いでおりまして、だから根本的な課題はそもそもこれシステム使ってやってるわけで、情報システム、システムで最初から100点満点はないんですよ。で、必ずトラブルが起きるよねと。今回トラブル起きたのは2つあって、1つはヒューマンエラー、つまり入力の段階の問題と、もう1つがシステム自体の問題と、どっちも共通してトラブルが起きるのは間違いなかったのに、じゃあトラブルが起きた段階でどう対応するかっていうのを多分しっかりマニュアル化してなかっただろうねと。だから1件目のトラブル起きた段階ですぐ対応できなくて、こんな1000件のトラブルが、いっぱい出るというふうになっちゃったと。個人的には絶対マイナンバーカードは必要で、本来銀行口座に紐付けて何かあった場合給付金とかすぐ、出せるようにするのは大事なんだけど、この政府の不手際でだいぶ遅れちゃうだろうなというふうには思ってるんですよね。そもそもこれはもう1960年代からずっと構想あって、で1980年代ぐらいには国民創生番号制とかって言ってもう大批判されて、それで頓挫した。消えた年金問題とかマイナンバーがなかったんで起こった問題なんで、要は国民全員に絶対被らない ID を付与するっていうのが基本なわけですよ。データベースってキーとバリューのペアなんですけど、そのキーになるのは唯一無二のものでなければいけないんですが、そのユニーク ID を作るのに、まあ、分かんないけど戸籍の名前とかその住所とかいろんなものをごちゃごちゃってなったキーで管理してるんで、同姓同名問題とか遺体児問題とか、もういろんなものが起きてきてトラブりまく。しかも 今みたいな高性能なコンピューターではなく、昔の本当にオフコンみたいなやつでそれを運用してたんで、よりそういう問題が起きてたんですよね。ユニーク ID にすべきだったんですよね、むしろ早くから、マイナンバーのシステムがあって、それに全部免許証だの銀行口座だの保険証だの国民みんな使うものをそれに全部紐付けていきましょうねっていう作業を今やっていて、最終的にはもう物理カードすらも全部スマホの中に入れてしまいましょうねと。まあどうせクラウドなんで、クラウドとスマホを紐付けるっていうことを今やっていて、ほとんどのスマホにマイナンバーカードが物理カードも廃止できるぐらいところまで持ってきてるし、今のスマホってもう全部生体認証入ってるんで、もうそういったパスワードとかも基本的には、あ、マイナンバーカードってパスワード入れさせられるんですよ、4桁の。はいはい、ありますね、ありますね。そんな何のセキュリティの意味もないよみたいな。でもだからこれすごく大事なのに、結局左系のメディアは必ず反対するんですよ。やれ国民背番号で監視されるとか、個人情報が大変でプライバシーがとか言って、結局今まで歴史的に堀江さんおっしゃったように、昔からこういう番号の構想あるのに、左系メディアは一生懸命そういう反対をして うまくいかなかった、今回もだいぶうまくいくかと思ったら、これだけトラブル起きちゃうと当然左系メディアは批判しやすいから、まあまあ無視すればいいんですけど、システムってバグ基本ありますよ。それはだって消えた年金問題に比べたら全然いいでしょ。本当ですよね。実害が起きてるわけじゃないんだからさ、それによってお金が盗まれたとかそういう話でもないわけだから、ね、だけどマイナポイントはね意外と効いてるんですよ。あのマイナンバーカードまず作ります、銀行口座紐付けします、ポイントもらえる、健康保険証紐付けします、またポイントもらえます、全部で2万5000ポイントぐらいもらえるんですよ。なんか妻がやってるから知らない。まあ僕2万円って別に大したことないですけど、普通の人を取った2万円ってめちゃくちゃでかいじゃないですか。そんなお金なんかでみんな釣られねえよなんて批判してたんですけど、左系のメディアが、もうね8割9割ぐらい登録してるはずですよ。それでそれだけ普及したっていうのは、やっぱ給付金やるときとかにめちゃくちゃいいわけですよ。だからこれで給付金とか1回配ればみんな実感するはずなんですよね、間違いなく予算。それはもう、まあ、マイナカードを使ってなかった人はもう給付金あげないよって言っちゃえばいいのにね、そう思う、そう思う。めちゃくちゃ大批判されるでしょうけどもうボコボコになる。給付金倍にしますとかね、あとからカードを早くなくしちゃって番号だけでいいと思うんですけどね、本当にさっき堀江さんおっしゃったように、スマホに紐付けられるんで、カードにするとみんななくしたとかまた騒いでなんかいろいろ批判されちゃうから、絶対物理的なもんない方がいいですよ。そうですよ、ネットのサービスのログインとかもめちゃくちゃ楽になるんですよ、実は。ですよね、はい。